こんにちは。今日タコ丸さんにまた来てしまいました。今日の私のおすすめは、12月が来ようとしてるのにソフトクリーム。今の時期のソフトはいいですよ。なかなか溶けないから長く楽しめます。夏場はね、結構もらった後すぐ溶けてポタポタするから落ち着いて食べられないでしょ。私のおすすめは11月のソフトクリーム。今日私がいただくのはソーダでございます。期間限定、元旦以外は全部出てるというね、大幅な期間のある限定でございます。それからやっぱり北海道プレミアムバニラ、ね、北海道と書いてあると何でもね美味しそうに見えるんですけども、ソフトクリームやっぱねこの時期に食べるといいですよね。あとやっぱ男性案外好きなのが抹茶ですね。抹茶&バニラ、これも先週いただきました。まだまだありますよ。北海道小倉とかね、なんかお芋のやつも美味しかった気がするな。お芋なかったかな。でこれやっぱりストロベリーね、こう白い桃、白桃ですか、白桃果肉入りでございます。いずれも300円ないし350円。そしてこの大判焼き、今の時期ね、大判焼き始めました。あの中華そば始めましたみたいな感じですね。中華そばじゃないや、なんだっけ忘れましたけど冷やし中華だ中華そばラーメンだでたこ焼きをほらやるでしょ、ソフトクリーム、ベビーカステラも今ねおすすめでございます。大和くんも美味しいという言葉を覚えたのはベビーカステラでございます。でフライドポテトで、チュロスね、ディズニーランドみたいですね。でコーヒーもやっぱもちろんありますんでね。いつも倉敷って言ってますけど、浅口市なんですよ正確にはね。でも浅口って言ってもなかなか全国の方には分かりにくいと思うんで、あえて倉敷と言わせてもらっております。岡山県浅口市寄島町でございます。ドリームハウスタコ丸さんです。あ、いただいてみたいです。できました。じゃあ皆さんお楽しみに。あら。